セシオバラマシコです。どうもメルシーです。俺この手がやりたかった。どうも。はい、ということでね、また今週もメルシーさんに来ていただきました。ありがとうございます。毎週毎週ありがとうございます。でね、せっかくスニーカー好きが2人揃ったんですよ、はい、でね、僕がついこの間ね出した動画があるんですけど、ついこの間って言っても1週間ぐらい前になるのかな、わかんないですけど、自分の持ってるスニーカーで打線を組んでみたっていう動画を出したんですね、はい、打線組んだけど対戦できないじゃん。そうですね、対戦相手欲しかったのなんでね、メルシーさんにも打線組んでいただきました、はい、組みました。はい、マシコさんのチームをバッキバキに俺のチームだってそこそこ強いよ。俺4番アンクルですからね。確かにね、マジで強いね。広角で打てますからね、アンクル。僕がね、欲しくてやまないモデルなんですよで、アンクル敬遠しても HTM いますからね、エアフォースワンの。そうですね、うん、いや勝てるかな。うん、ということでですね、はい、僕が考えました。そうですよ、チームマシコに勝つための、はい、あくまで僕が持ってるスニーカーですね。そうです、そうです、持ってるスニーカーで、かつ僕がお気に入りのもの、はい、とあとはまあなんだろう、いろいろね、僕パワーとかバランスとかいろいろ考えて選ばせていただきました。おお、はい、いいチームなんじゃないのかな、メルシさんのものだから。ねえ、ちょっとね、早速じゃあ出してみましょう、ね、そうですね、今回あのフリップ用意したから、じゃじゃん、はい、じゃじゃん、見えるかな。見えるといいですね。じゃあ僕こう持たせていただきますよ。じゃん、打線組むってよくいろんなところでなんとかで打線組んでみたってありますけど、スニーカーで打線組んでるやつマジですごくないスニーカーで打線組む人ってね、僕なかなか本当ですよね。うん、うん、ということで、これ僕が持ってるスニーカー、僕がこの1年で買ったスニーカーで打線を組んでみました。おお、メルシーさんの打線オーダーシートお願いします。いきますよ。はい、じゃあまず1番から。1番、デデン、これね、僕大好きなの、ボン、じゃん、エアモアアップテンポのハウスオブフープスです。どういうやつ？これね、僕現物持ってるんですけど。あー、見せてもらっていいですか？この箱。懐かしい懐かしい。2011年かな ?2011 年。あー、初めて見る。美しい。かっこいい。美しい。っていうかさ、マジ、1番にホームランバッター置くタイプ？いや、これはね、僕あえて狙いました。1番は、足が速くて、っていうのもあるけど、うん、僕は巨人のね、長野とか高橋由伸とか、そうだよね、長距離打てるのをちょっと1番に選んでみました。まあね、1番がやっぱ長距離のチームって強いんですよね、実際。強いんです。これはもう本当に美しい。どっちかというと引っ張り気味なバッターですよね知らんがなすごい、これ日本で発売されたの？これ日本未発売ですだよね。これを履いてね、僕ね走ったんですよ、猛ダッシュしたんですよ。これを履いて、その結果ですね傷ついてるんですよ。だけどね、このね、僕は皆さんにぜひお伝えしたい、はい、まあ綺麗に履くっていうのはすごく大事なことだけど、この傷ついてるっていうのもね、一つの、まあ、味といいますか、僕傷ついた時のねエピソードすごく覚えてるんですけど、そういうねエピソードもあってのですね、すごいいい思い出だなって。そう、まあ綺麗に履くことは大事ですよ、うん、だけどここあの時やったなみたいな、そういうのもね、スニーカーにとってすごく僕はいい思い出だと思いますんで、俺ポジティブやね。ポジティブ。じゃあ2番バッターお願いします。2番です。2番、はい、これは技巧派です。マジで技巧派か。じゃじゃん、じゃじゃん、おエアジョーダン1のブラックトー、通称つまくろでございます。マジか、2番につまくろいるの？はい、僕ね、つまくろは上野の山男アンダーパスで抽選受けたんですね。当たった人はね7時にメールが来ますと。で、僕待ってたんですけど来なくて、そしたら友達からねいきなり電話かかってきて、当たった当たったって、ね、嘘おめでとうってね、今すぐ取りに行け取りに行けってなったんですけど、僕もねそれ聞いてね、もう欲しくて欲しくて、それで僕もうその足で原宿、ナイキの原宿に行きまして、原宿はその日の夜の8時まで抽選やってたんですね。こう抽選受けたんですよ。そしたらね、次の日朝起きたらおめでとうございますってメールが来てて、おめでとう。いやもうこれは嬉しかったな。もう確かにつまくろはやっぱ欲しいモデルですよね。つまくろもオリジナルですからね。3番バッターお願いします。じゃじゃん、僕ねこれね、エアフォーポジット1って書いたんですけど、エアフォーポジットプロですね、ごめんなさい。通称レッドオクトーバー、真っ赤なポジットです。真っ赤なポジット、これはね大人の力で行かせていただきました出た時はポジットあんまり好きじゃなくて、あと足にも合わなくてちょっと見送ってたんですけど、じわじわ来たんですね。これが手にしてからじわじわ来るモデルってあるよね。確かにありますね、うん、はい、
ここで4番ですよ、クリーンナップ。4番、はい、いきますよ。僕ね、これ4番一番好き。お、いきますよ。はい、じゃじゃん、エアジョーダン6のカーマインです。おお、はい、どうもカーマインです。いやー、チューしちゃった。カーマインは僕大好き、本当に。あのね、このクリアーな感じもいいし、うん、このクリアーな感じが色あせていくのもね、またね、このまあすごく寿命が短いと言いますか、儚さね、一瞬。そう、僕ね、ジョーダン6すごい好きなんですよ、個人的に。そうなんだ。そう、ジョーダン6すごい好きで、その中でももうカーマインはこれ秀逸です。マイケル・ジョーダンにはこだわりがあって、23っていうね、自分の背番号23を、うん、あのどっか自分の履いてるバッシュに入れたいと。皆さん、カーマイン、これエアジョーの6です。どこに23が入ってるか分かります？知ってるかな、みんな。分かります、マシコさん。これでしょ、これ、これ。お、気づいちゃった。これでしょ。そこ、あのね、これです、これ。23です、これ。あ、3は分かっても、ね、そう、23ここに書いてあるんですよ。これね、ティンカーハットフィールドのこだわりなんですよ。ちょっと待って、あ、ほんとら、ほんとら。そう、23。5番はね、うん、5番はね、これです。じゃん、じゃあ見えるかな、エアホンポジットワンオリンピックです。うーわ、これか、かっこいい。美しい。僕ね、これね、1回も履いてないです。え、本当に履いてないの？あの、僕ね、そう、あのスニーカー基本履くんですけど、これはね、履けない。あ、これすごい、光の角度によって色違うんだ。そう、そうなんです。パールカラーで。そう、いや、これはいいね。あのね、そんなに、あの当日僕、あの友達に並んでもらったんですけど、並ばなくてもね、これは買えて、ね、今でもね、探せば、まあ、プレネはついてないですね。え、取ってないの？取ってない。だって履いてないもん。この EVA フォームを使ったこのね、うんうんうん、テカテカね、これね、何でもプリントできちゃうから、いろんなグラフィック出てるんですよね、ポジティブから。あ、確かにね、スプリームのやつとかね。そうそう、スプリームのやつもそうだし、ね、それにあえて何もプリントしない真っ白。こんなの5番にいたら敬遠できませんからね。本当にこれ本当にやばいぞ。下位打線入ります。はい、下位打線、僕の下位打線も結構やばいです。下位打線が強いチームっていうのはね、野球が強いチームですから。そうですね、間違いないです。それは6番いきますよ。はい、エアジョーダン1のロイヤルでございます。ロイヤルは、まあ、つい先日、そうですね、そうそうそう、発売されまして、4月1日ね。まあ、友達6人でね、僕並んだんですね。9時から抽選始まりますってなって、ちょうどね、その9時と同時にオンラインも始まって、6人でね、一戦じゃオンラインやろうよ。で、変えたら、ここで変えてもなんかこう、無表情でいようぜってこうやってやってたんですよ。そしたら、おめでとうございますって僕来て、うっ、一瞬なって、でもちょっと、これは悪いな、一緒に並んでる友達にも悪いと思って、で、おお前どうだったって、よっ、わかんないわかんないみたいな、お前今ちっちゃくガッツポーズしたっしょバレて、すんません、変えました。そう、ロイヤルね、すごい、美しいんですよね。かっこいいよ、やっぱりロイヤルは。すごいかっこいいです、本当にかっこいいです。藤原博史一押しエアジョーダン1ですかね。あ、そうなんですか。そうですよ。あ、そうなんだ。あ、あ、だからフラグメントもちょっとロイヤルっぽい感じだね。スマクロのロイヤル版だよね、はいはいはい、あれは。美しいな、あれ持ってればもう間違いなく4番なんだけど。ということで、僕の6番が、はい、つい先日無事ゲットできたロイヤルでございます。いやー、熱いな、強いな。7番はね、7番もちょっと僕、ひねり入れてきました。はい。僕、これすごく好きです。エアジョーダン8の、C&C。C&C のね、白い方です。マシオさん知ってます？ C&C。C&C って何？ね、黒と、カレー屋だ。C&C、それは。カレーだから。色がね、うん、黒と、あと、こう、パールホワイトみたいな色の2色で展開されてるんですね。あ、それ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 。俺、昨日見たわ。カドッチ、これ好きだろって言ったやつだ。あ、これは、誕生日プレゼントにですね、いただきました。おー、はい、どっち、黒白？いや、僕、白の方。品があるよねー。指紋がついてるんですね。キンキラパーツのところに指紋がついていて、そう、マイケル・ジョーダンの、トロフィーを持った時のね、ジョーダンがつけた指紋をイメージした、あれがついてるんですよ、指紋が。で、付属品ね、ほら、よくね、キーホルダーとか、うん、まあ、靴紐とかついてくるじゃないですか。ね、今回 C&C、まあ、ご存知の方多いかもしれないですけど、紙吹雪がついてるんですよ。紙吹雪？そう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 。紙吹雪がパッ、の中に入ってて、意味わかんねえな、ないよくわかんねえことやんな。優勝した時のパーってやつ、ね、そう、あれがついてるんですよ。そう、あとで写真送って。送ります。これがね、7番ですよ、7番バッター。ちょっともうね、もう本当にさ、はい、チームメルシーバカじゃねえの。結構強いでしょ。僕8番ひねってきました。はい、じゃん、これ皆さんなんて読むか、
スニーカーズカップ見てる方はですね、散々あるかもしれないですけど、エアマックススクエアアップテンポです。エアマックススクエアアップテンポの、2016年に発売されたですね、黒の。はいはいはい、黒の。エアマックスアップテンポ、スクエアアップテンポ、あと97アップテンポかな、それの黒のやつ、うん。スクエアアップテンポは1足目のやつか。そうそうそう、最初のやつ。最初のやつだよね。最初のやつ、うん。それも引っ掛け問題出ましたね、スニーカーズカップで。出ました、俺間違えました、まんまと。僕も間違えました。でもさ、エアマックスのさ、勉強してたらさ、あれ引っ掛かんないよね。あれは引っ掛かんない。トリプルエアーだって。が先、後に来るのは当たり前だから。そうスクエアアップテンポは、やっぱ8番バッターに選ぶだけあってね、まあ、守備の要的なね。確かに。確かに。すげえ履きやすいです。あ、本当に？めっちゃ履きやすいです。へぇ。で、紐も、すごくね、シュッて縛りやすいし、そう、やっぱ黒だからかな、すごく、履いてみてね、めっちゃかっこいいと思います。確かに。すげえ合わせやすい。じゃあ、次。そう。ラストバッターですよ。そう。僕ね、DH ってこと知らなくて、9番がピッチャーだと思ってたんだけど、でも大丈夫です。これはひねり入れてきました。僕の、これはほんと完全な思い出補正です。お！いきますよ。ラストバッター。9番。まさかの。まさかの。エアリフト。そこでリフト？エアリフトです。これです。エアリフト。いいじゃん。これね、まずね、僕ね、これ、まあ、エアリフトご存知の方も多いかもしれませんが、ここね、また割れしてるんですね。そう。これね、確かにアフリカの原住民族の何かをイメージしてたと思ったんだけど、なんで僕がこのエアリフトを選んでかっていうとですね、うん、僕これ一回もストリートシーンで履いたことがありません。はいはいはい。で、今までね、バッシュ、スーッとね、これバッシュできたんですけど、あ、俺分かったよ。当ててあげよっか。はい。これ職場で履いてたんでしょ。その通り。そう。そう、僕ね、ちょっとここで言っちゃいますけど、僕オペする人なんですよ。手術する人なんですね。手術室ってね、もう、ずっともう何時間、もう長いオペだと、まあ、20時間とか、僕この前ね、本当に久々20時間のオペを経験しましたけど、ね、めっちゃ腰くるんですよ。そう、腰来て、で、僕、その時に、部長に相談して、腰痛いから、そのオペ室の、やつじゃない、ちょっと僕が持ってるの履いてもいいですかって言って、あ、いいよいいよってなって、それで、これをちょっと買って、僕履いたことなかったんですけど、これ試しに履いてみたんですけど、全然腰痛くない。だから、こんだけめちゃくちゃ綺麗なのに履き込んでんですよ、よく見ると。そう。わかるかな？そう。ちょっと外しちゃっていいですか？もちろん、もちろん。あ、外れないんだな、これ。ほら、もうね、中敷きが、結構ね、ボロボロなんですよ。そうなんですよ。こんな綺麗なのに。血がついちゃうんでね、ここにこう、履いた上で、この中に、この上からまたカバーをするんですよ。うん、うん。別で。だから、外見は綺麗なんですけど、インソールはね、もうボロボロです。ボロボロなのね。そう、だからね、これはもう僕の戦友としてですね。確かにこれは戦友だわ。そう、今回の打線に加えさせていただこうと。思いました。これでもだいぶひねり加えたでしょ。ひねり、うん。意味わからなかったもん、最初。打てねえ。いやー、でもこれはでもいい送りバントとかしそうじゃないですか。確かにね。あ、こんだけね、塁に出る選手がいたら送りバント必要ですよ。そしてエースですよ。僕のピッチャーは、あ、なるほどなって、はいはいはいってなる方が多いかもしれないですけど、はい、これも僕の、思い出の一足です。はい。じゃーん。エアジョーダン1の、はい、ブラックレッド、通称ブレッドですね。あ、はい、これがピッチャーですよ、やっぱりここに出てこないと。まさか、はい、エアジョーダン最強のピッチャーがここにいたのか。そうです。このチームにいたんだ。そうです。まあ、ブラックレッド、まあ、通称バンドですね。そうですね。バンドとかブレッドとか呼ばれてますけど、バンドの思い出を話すならば、9月3日ですね、これ発売されたの。そうですね。9月3日に発売されて、並びがすごかった日ですね。そう、3店舗、国内3店舗しか、違う、国内というか東京か、うん、東京で3店舗しか発売文庫がなくて、そのうちの僕1店舗に並んだんですね。ナイキ原宿と東京23と、あとはどこだっけ、ギャラリー2です。あ、ギャラリー2だったんだ。あれ、だからみんなね、大移動するんですよ。最初にナイキ原宿行って、それ、あ、ナイキ原宿は違う、8時までやってたから、うん、みんな東京23に並んで、その後にもう外れた人はみんなもう民族大移動みたいに、みんなギャラ2にうーって言って、で最後にナイキ原宿にうーって来てっていう感じだったんですけど。そうだったんだ。僕はね、まあ、僕のインスタ見てくれればお分かりかもしれないですけど、あの日ね、2500人並んだんです。すっごい並んだ。そう、ニュース、ヤフーニュースになったの。そう、うん、2500人並んで、店員さんも1000人想定でやってたんですけど、ちょっと間に合わなくて、急遽チケット作って、みたいな。そんで、チャリで配ってたんですよ。チャリで？そう、
表参道の交差点あるじゃないですか、うん、神宮前の交差点、うん、神宮前の交差点から表参道まで行って青山一丁目まで列できてました、ね、マジで外苑前まで行くかみたいな、そうそうそう、それであのチャリで店員さんが配って、あの本当は8時もう8時ぴったに抽選やりますってなってたのに、あの抽選始まったのはもう10時半とかだったかな確か、そう、それで僕ねまさかのねあの26番をゲットしまして、マジで、そう26だったかな、うん、それぐらいをゲットして、うん、ギリギリマイサイズあるかなと思ったらちゃんとマイサイズ買いました。おめでとう。いやもうこれは嬉しかった本当に。これはまあエースだよ。そうですね、もう直球派。そう、ランディ・ジョンソン、あランディ・ジョンソン直球じゃないか。ランディ・ジョンソンはまあランディ・ジョンソンはね、まあでも直球とスライダーが切れるイメージがあるんですけど、そうですね、うん、はい、ランディ・ジョンソンっていうともう世代が分かっちゃうもう、はい、僕のね打順もう一回ちょっと見てもらえます、これすっごいよ。 あくまでまあ持ってるものでかつ僕の思い出補正も加えたもので、うん、あのレパートリー加えたものなんですけど、俺の打線、はい、老兵多すぎエアフォース2ダーティーが3番ですから。確かにね、うん、2004年2年いつだ2002年とかだよ多分、2004年かな分かんないけど、アンクルだっか2004年、アンクルはね2004年か5年だったと思う。そうでしょ。そうですね、だってもう本当に新人いないもん、うち色出るね。いや出ますね本当に。ガチでガチでもう本当にプレイヤーモデルのもうばっかりで、はい、これねみんなやってみると面白いですよ。面白い、真剣に考えましたもん、うん、多分ね2点ぐらいしか取れてないいやいやいや、もう2点ぐらい、2点ぐらいはね何とか取ったけど、こっちはもう8点が8対2ぐらいで負けましたよはい、はい、ということでね、はい、今回はチームメルシー半端ねえ半端ない超重量打線だった。マシコさんもでもすごいですね、さすがさすがって感じですね今日はありがとうございます。いやもう本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、はい、ということで以上青春オーバーランでした。またねー。